この全面の戦いそうですね。やばいやばい、ここのファイト、ファイアースキャーン、レッドランゾン引きすぎると後ろのドスコイからの射線も通ってしまいますね。さあ MM 前に行きます、進めていく。さあまずワンピック、ダッチを取った、宮慶が取ってさらに前に詰めていく、 3v2 という形。奥で2人が巻いてるところ、手前の1人を倒しきった形でしたね。はい、そしてチコちゃんもまだ上にいますが、さあ下には眠られてきた、眠られてきた。今日もレッドランスが、そうですね、もうそれをもう4試合目はねちょっと見るけど頑張って、眠られてきた。レッドラムズがこれ全滅、眠られてきた。ドスコイとしてもうまく挟み込みました、ね、さっきご飯食べちゃったからちょっと眠いわ。正統治スパークス上からは MM、 喋ってないとこれ眠くなっちゃうわ。喋ってよ、これ下に見ます。今日はない眠い、早速目から狙っていく、狙っていく、メアルちゃんナコーイルメイ。三宅は上でその展望望みながら打っていく形。おい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 、道具が耐えねえよ、耐えられる形。メルトスラマやばい、うわー、これがノーファイト。いやしかし中に入った三宅、さあここは取り切りました。インパクト全滅、2ティック以外がこちらに全部いるので、ゲームに耐えとる。少しでもキルポイントの、ね、MM フューズでとか調子いいっすよ。そうだよ、ローバーリケードで東側を取る判断になりました。さあ GHS 先ほどに素晴らしい好発進を迎えたという GHS がここも5部隊まで残っています。さあアルファがファニーロコのエゴイストを倒して、さあまだ3人残っている GHS、 前に行きすぎるとフナティックの射線も通ってしまうの で、 そ、 うです、ね、そちらも気にしながら、スタックスが倒しきりたいところですね、はい、うん、ファニーロコは壁側に張り付きを判断しましたが、上からフナティック、上からフナティックライトを落としていく。さらにはここはもう上から狙いたい放題、建物の中ではヘンネル、ヘンネルとしても建物の中割り切ってファイト仕掛けに行ってましたね、はい、そうですね、ここでスタイルが全滅です、はい、フェンネル取り切りました。先ほども好調フェンネルがここでもファイト勝っていきます。そして上では GHS とフナティックもファイトしている、うん、もうフナティックが展開し放題ですね。そうですね、さあローリングサンダー返していく、GHS のローリングサンダーに対して返していきます。そしてナコイルメファイアスキャーン、見えております。しっかりと把握していく、上から一方的に狙いのフナティック、上に上がってきた、おこれはアルファが落としたぞ。ここはどうなってくるか、ただそのアルファを床 F が落としていく、上と下というところ、ナコオユチワンタッピーが一番上に登っていきました。フェンネルやばいよ、まずは下を取り切るという判断か、フェンネルから先に倒していこうというフナティック。さあここでフェンネル全滅、残りは1人ワンタッピーのみ、駆け上がっていくフナティックが A 対 B では圧倒的1位を獲得したフナティックが、ここも1位でスタートしていくか、それとも先ほど2位の返していくかというところでしたが、フナティック見事チャンピオン、見事ですね。これはねエリアコントロールとではあるんですけど落ちている状況です。これはあれですね、クレームに乗ってからの攻めかな。さあマサスいいとこ行ったな、それはいい打線だ。点に行くかというところ、これ詰めていくか。いやうまい、これ全滅、瀬戸内スパークス、やっぱヒューズだ。ジップなイメージありますね。さあフナティックのファイトになる、あスナイパーの名手いるからな。フナティック下には SBI もいる、3パーティーいます。さあここはいや圧倒しているアイカ、 SBI スポーツ瞬殺、そしてフナティックが残り2枚というところ。さあこれで第3ラン、リングの収縮終了しました。さらにフナティック、さあ結局はこのラブ&ピースと当たることになった。ラブ&ピース全滅、の中も入っていないので、ここから山を駆け上がらなければいけない。選手が上にいますね。そうですね、上から車線通してた形でしたね。勝ち確じゃん、こんなの。床はまだ残っている歯を、さあこのファイト、うわー強い、キルリーダー見事獲得していきました。そして MM スタイルというところ、さあただフナティックはここで全滅です。展望が取り切ったので北側のドスコイを押し切った形でしたね、はい、そうですね、これでエリアの右上側を、MM が、エリア広げてますね。はい、ドスコイ、そして中心にはスタイル、お作戦も長いね。確かにクスウルフも南側でハイド気味にいる。さあ上から打ち下ろす、ハオがドスコイインパクトのタノを落とします。ハオもまだ残っています。ここまでキルを積極的に仕掛けて、
ハオファイト取り切っていきましたが、ただここでハオが落とされる。スタイルがここで全滅です。さあしかし依然としてフェンネルが固まっている形ではありますが、3人生存。MM フェンネルドスコイ、広いエリア取りとなっています。そうですね、ドスコイが残り1人で、はい、MM とフェンネル滝も長いけどちょっとやめてた気があったね。1よりは MM なんですけれども、このドスコイの玉那覇選手が、そうですね、MM にも邪魔をできるようなポジションになってます。ただこれお互い先に倒し切ってからファイトしたいところですよね、はい、さあどうこの陣形をかき乱すか、玉那覇。いや、かなりロックされてますね。そうですね、さあパスファインダーで移動。いや、ピノータが詰めていきますが、ここで陣形が変わる形になりました。すぐ逃げていきましたね。そうですね、早かったですね、判断が早いですね。そして逆に MM は体勢を整える、形を整える。さあそのメルトステラを落としていきます、うん、さあこのファイト見事勝ち切った MM、 3v1 というか最後は玉那覇を挟み込む MM チャンピオン。うん、今カラスして入ってきてますね、はい、レッドラムズいるかなと思います。ファイヤー、誰相手でのファイトか、誰相手レッドラムズ、絶対やばいっしょ。どうやっていくか、ボルテックスウルフです。違う、ボルテックスウルフだ。さあ上から、いや2枚落ちてしまった。やっぱヒューズには勝てないのか。さあそこに対して2人で仕掛けていきますが、一番落としましたが挟み込まれる形。ボルテックスウルフファイト勝利。え、これファイアスキャンじゃん、これファイアスキャンじゃん。西側ではありますが、エバックそうですね、ファイアスキャン。これはおなじみの、こんなの負けるやつねえじゃん。マザーロード、ここで敵の位置を視認することができます。早くつこもつこも、上表示されて、うわっ、いいグレード、やべえ。ただ2枚ローンになってますね。落とすにまではいきません。ニュージーじゃねえ、バルキリー。削られてしまったので、はい。ニュージーだっけ？首脳判断できてませんでしたね。違う、スタイルだ。後ろから追撃。ヤジを落とす。な？残りは2枚。ドラミントというところで挟み込んだ。タケオが落として残り1枚。さあ追いかけるが、ここは体力がない。さあ倒しきりました。スタイル全滅。エリアミト勝ち切った。まあ、スタイルとしてもあそこの丸と。の建物を取ってる時に、はい、オールハックというかウルトで見られてしまっているので、オールハック、はい、その言葉使っていいのかい、公式で。危ないですね、しっかり、ダメージ入れてましたね。スキャンって言わないと、スキャン、やべえ。このカウントダウンでも入っていないというところ。ただ MME 動きできてますね、一番端っこからカットできてます。メルトスラか、これ、はい、MM 残りは1枚、これポジションは良かったんですけども、2枚だったので苦しかったですね、はい、そうですね。そしてピース、ラブ&ピースが全滅。 SBI とパピコ、このポジションのファイトかなり重要になってきますね、はい。さあ SBI 高台を取っている、イグリューが戦い取っている。しかしフェロバリケード切るような形になった。そこに前に詰める形、横からミケ。さあ SBI ファイトを有利に進めます。さあここは取り切りました、パピコ取り切りました。ただ溶岩効果からエリアミトが挟み込みに来てますね、このタイミング。さあ瀬戸内スパークスの車線も横から通っているか、エリアミト。その瀬戸内スパークスに対して圧力をかけていく。サイズやばい、スキューズ狙われてる。リブルエス、ボレズも来る。さあ瀬戸内スパークス全滅。このファイトかけました、ファイアスキャーン。 SBI セットできてますね、はい。ナコジメ、フェンネルやばそう。ナコ対策できないよこれ。現状上位のチームが戦い合います。ただこの下にハオもいるので、はい、ハオの介入もケアしたいところですね。そうですね、もう落ちてしまいました。さあ、お互い落ちる。大かしかしサツキも落ちているというところで、え、ボブタカ一気に減ったな。一気に減ったな、勝ちで。ハオが介入してきてるの中で蘇生通せましたね、はい。ウナティックは2枚、その下にいます。これハオが上がってきたから、フナティック下行ったんか。さあフェンネル、さあそのハオに対して、いやしかし、さあフェンネル、栗原粘れるか。さあハオが取り切りました。まあそうですね、来ますよね。うわー、ラッコーいじめ。さあこのファイト強すぎる。マジかよ。フナティック勝ち切った。フナティックがカウントダウンが取り切りましたね、はい。打っちゃってる。そしてここは SBI とエリアミトの戦いだ。 SBI が勝ち切る。ナコ強強してるので、すぐ駆けつけられれば 2v2 できますが、はい、ちょっと距離が遠くてフナティックもまだリセットできてないですね。これは珍しい。いやしかし蘇生も成功しているので、結局は 3v2 という形。起こしてる間ミケ選手がいい弾きをしてましたね、はい。今のですぐさま行けることができたら 2v2 のファイトということになったんですけども、ね、蘇生に成功。
これ行くんだ。使っていくか、ベイト気味に使うのか、そのまま上がっていくのか、そのまま上がっていく。しかしここも蘇生してはさせない動き。蘇生してる。エリアの狭い戦いになる。スキャニン。スキャンを入れて。さあここ。呼べユカイフ、マジ。残りは1枚。お、いや、ワンバイワン。サスケ掘ってくる。体力は少ない。うわー、いい、いい稼ぎ。ファイト勝ち切るか。さあ、コナン読みっすね、これダメージ入れたから。ワンバイワンのファイト。来てきましたよ。ヒーローを追ってきた。なんというところ、この位置でやってきた。遅れたヒーロー。こうやって勝ったんか、やばいな。フナティック。これ、MM も絶対フナティックって分かってますね。はい。ここ落としに行く動きか。可能性ありますね。そうか。現状1位と2位がここで戦うのか。ここ落としたらまた差開きますからね、はい、MM としては倒して差を縮めたい、フナティックとしても倒しておくと差を開けられる。そうですね、ような形になります。いや結構今日の中では大一番の勝負になってくるか。ただ高台を取っているサツキ、下から詰め寄るのは MM。ファイアースキャー。どういうファイトになってくるのか。切る。ちゃんとカバー入ってんね、フラディック。悪形となりましたが。さあ、スキャン対決。挟み込む形。フラディック。おお。2枚落ちた。3V1 という形、1枚落とされて 2V1。ただこれ下でダウンしてるので、はい、落としで釣ることできますね。さあそこに敵の位置が分かっている。うおお。いやしかし、三宅勝った。フラディック全滅ということになりました。三宅が3人倒した形になりましたね。MM 見事この1位と2位とのファイト勝ち切っていきました。一旦ドーム対手車線を隠してから一旦ラインを下げるような形で。おお、戦いに行く。まあブラハルトでこれ有利取るってね。仕掛けたいところですね。あえてブラハいないからな。さあスキャンが入った建物の中というところは分かっている。いやいいグレだ。さあ点々が割られてしまいますが、後ろからオーチャソンカバーに行きますが、いやしかしこれ距離離れてるね。いや外に行く。チャソ殿下残り1枚。ドスコインパクトのファイト、 2v1 3v1 というところ。ただ逆を見てたか。しかしすぐさま敵の位置が分かった。2人がかりで抑えているチャソ殿下全滅。ドスコイ強いな。ドスコインパクト大きく左回り。さあその先には MM がいるか、フェンネルがいる。いやでも意外とダメージ与えてる。フェンネルはその奥にも行っていました。やばいな。いや挟まれてる。これは無理だ。これは TIE のアクシスからの射線。そうですね、家側から介入してきましたね。はい、それを見て TIE は上がっていきますが、さあこのファイト。さあ TIE 前にはフェンネルもいる。ドスコインパクト逃げられるか。タマナハを確定キル。残りは1枚、メルタージュのみです。さあそこに対してやってくる。外した。いやここはドスコインパクト全滅です。てか一発外してたけどやっぱこれなんだよな。フェンネルもここで全滅。二発目撃たないで MM との終わるからな。ピースキーパーって、いやレッドラムズは悲しいよな本当に。はい、シーアーもうまく一番端っこから入っててますね。そうなこら。MM 取り切りさえすれば今度はスタイル、正面のスタイルが挟まれる。いやこんなんもうナクルカス終わるじゃん。クレジラ君は先ほど東側にいたんですけど北側に動きを変えます。かなりいい入り。さあレッドラムズここで全滅です。クレジラ君ドグマが取り切りました。平地の真ん中にはスタイルがいるので、はい、まあ、CR としても、打ち合ったまま見る側から入ってくるチームと挟ませたいところですね。はい、さあ建物の中 MM 瀬戸内スパークス、ファニーロコもいる。そのちょっと外でパキコが睨んでいるような形ですが、中にはファニーロコ。エリア見どころ全滅です。うわ、こいめい。うおー、いい周りだ。あー、扉が閉まった。パピコが介入していました。さあファニーロコ残り1枚、エゴイストのみです。ただ MM もいますからね。はい、パピコここで削られすぎると MM も介入怖いですね。おお、これはやっぱレイさんだ。この MM ここでファニーロコ全滅です。ファニーロコもキルをかなり伸ばしていま す、ね、一生海外でにゴッドスナイパー788って言われるタマナマサキ。そうそう、タマナハって呼べないからな。788や、はい、先ほどハオが介入してましたよね。ハオの車線も通ってた形ですね、はい、やはりこう CR 側とハオの車線に挟まれるような形になってたみたいですね。はい、さあ残りはハオとクレイジーラ君、パピコに MM。 さあただ
MM はどこに行く。こぼれ陣189がやばいね。さあこの手前に降りる形となりましたが、その先にアンチの番人としてパピコがいる。さあ MM がどっちにファイト仕掛けるかですね。さあパピコにファイト仕掛けに行った。引き殺した。やばいね。15キルしてますね。はい、15、合計20だよ。どこまで伸ばせるか。チャンピオンを倒した後、現状1位のフナティックを見事倒してきた MM。 ポジも圧倒だなこれな。エリアは CR がかなり狭くなってます。ハオが前に進軍したことによって CR の、はい、車線を隠せる位置がなくなってますね、はい、おそらく CR はどちらかにプッシュしないといけないので、ハオ側に当たる可能性すごく高いですね。となると MM がまあアンチの形的には CR がどっちにファイト仕掛けるかに、この引き殺し重かった。やばいね今の瞬殺、ガチの瞬殺。さあハオはここまで26ポイントの3位です。対するクレイジーラ君は12位。クレイジーラ君としてはこのままで終わりたくない。キルを伸ばしたい、順位を上げたい。ファイアースキャンチャンス。それに介入する現状2位の MM、 1位のフナティックを倒したところで、ファイアースキャン全部丸見え。さあ残りは1枚ジョンヒのみ。さあここで全部見てる。やばい、降りやった、降りやった。ハオとのファイトになりますが、 MM 下から回っているのはハンマー。ただ見えてるかこれ、ね、間違いなく負けないな。後ろから狙っているハンマードレルイナミジだ。それに対して三宅もファイトに加入してくる。MM 1427本日2度目のチャンピオン獲得。そうですね、うん、これやるんじゃない、さすがにこれやるでしょ、今やるでしょ、絶対やる。俺ならやる、固まってるから間違いなく勝てるよ俺。狭いエリアにいるチームは基本的に負けますね。さあハンティングビーストを起動している。横から狙い撃ち。いやサスケはちょっと危ないなこれは。そこにカバーも入ってくる。一枚撃されましたが、といえばキルスピードの速さ、レッドラムズを倒していきました。ちょっと人早かったね、タイミングが関与され誰とか乗んなかったか。そうですね、しかもライカ選手が横に広がってますね。うおーライカは、あ、もうスキャンしてたのかそれ。なるほどなるほど、もう下ぶち越すつもりだったのかこれ。特徴を取ってるとライカ選手のポジションが一番車線通されてる場所になっちゃうので、はい、しっかり 2-1 で広がってますね、はい、うぅー一人で破壊するサツキ。昨日はキルリーダーのサツキが、さあどこまで追いかけていく。やるまでだよ、突っ込むんだよ。スパークスが全滅です。一人残っていた瀬戸内スパークスでしたが、フナティック内のロール立ち位置変えてから、はい、暴れに暴れまってますね。そうですよね。なんかおいで、なんかおいじめ、マルグレイジメ、マルグレイジメ、テルミット、テルミット、ま、残っています。テルミット、死んだ。パピコパピコが全滅。え、こんなんもう来な、もう残り3部隊になってますね。もうイージービンじゃん。ライフライン多すぎ、倒しても倒しても復活されます。ヒューズ使いなよ、下級レーン遅いから。ヒューズね、ナコを格差入れるんだよ、それで終わりだよ。あ、コンテナの入っているので、ここ競技心ライフラ消えたり教えておくか、はい、勝ちきれないからなんだよね、かなりきつそうな言わない。ダウン前提のキャラだからあいつは。でもヒューズはそのままぶち殺せんだよね、パワーがあるから。ヒューズ使いなさい。分かったか。いやこの狭いお客様イヤッピー、やばい、ナコイジメやめるとセラハンマードリが落ちる。ハオとしても割り切りのファイト仕掛けそうですね。さあまずは有利な方向を打っていく、圧力をかけていくか。ハオのムツキが落ちる。ナコイジメー、お互い落ちてる。チャンピオンコースをチャンピオンロード歩んでいる。全部取れ、全部取れ、全部取れ。 MM が残る。オーマイガー、おー、チェイスだ。クレイジーラ君とフラティック、カーチェイス始まった。後ろから追いかけていくフラティック。どんぐらい逃げる、どんぐらい逃げる。クレイジーラ君最終戦か、本当にこれは。あ、ただ待ち構え、ファイヤードームスキャン。すぐさまに逃げられるかクレイジーラ君。テレミット、テレミット、挟み込むような形はできているが、狭い洞窟に入っていく。お、2ルアイ7がグレでピース落としてる。さしかしそのクレイジーラクに対してグレー出しもしてるね、偉いな CR。 上んでいる状況、しかしこれメルトスラクシェ CR が挟まれてる。さあその横、いやーフラティックバーサス MM になりましたね。はい、えっ、いや、そしてゆかやー、ファニーロコに行き掘られてる。1枚ゆかが落とされました。すぐさま逃げられるかというと、あー、フラティックここで全滅。 MM 優勝確定した今日、1位だー、確定だー、確定した、1位確定です MM。 あらというところでは
MM がほぼ1位確定かというところにはなってきます。やっぱ確定です。もう確定です。だってこの時点何ポイント ?37 ポイント差だよ。始まった時点で。なんか違反した車を追っかけてで、メールとしたらもう1キル獲得しようちょっと MM 2位狙うのに30ポイントなんで、ね、無理なんだよな。歯を、歯を開いちゃってる時点で多分無理だね。来たー MM! チータスキュー！歯を取ろうとせずにそのまま突っ込むよ。ハオの綿菓子落とした。ミヤ系が落としている。うおー、そしてノリノリだー。3位のチームまで落とした。 MM 右側の人に相手もチートスキャンじゃね。判断して左プッシュしたい形ですか。やべ、あ、そしてここでマザーロードもいきます。さっき残してたからな。 MM すげー。 MM の下に追い上げる形になりました。 MM すごい。上からはメルとステラーとはエゾチャネルが持っている。ちょっと足遅くて、ただここは落としきれない。ファニーロコは3人残っています。これ MM やられそうだな。ナックを刺しました。年上に上がってきた。おつぃお。さあここで MM も落ちる形になるのか。上位チーム、上位チームがみんな落ちていく。さあ三宅のみというところでスキャンをする。前に来てるのが分かる。横からアイダメージロソ。さあ追いかけるスキャニン。スキャンをしてさらに場所が分かる。さあここを追い越ししていく。助けた上位チームがみんな落ちる。27もここで全滅。レッドラムズやばいね。この下のファイト、ネムさん生きて。兄弟対決。ファイエルはエリアの外。なこじめい。あーっと兄弟水にしていく。ファイエル確殺。ポイントだけいただいていく。なーミーティアンキルポ取ったものの、どうでしょう。ここら青茶そんな残ってる。キーセブン。サマスが切る。ラッキーセブン4キル取ってるよすでに。おお。ニールアイテム。うわ別来た、やばい。下がれ。さら別パーティー。さらにセトチスパークス。ああ、ここがパピコ。キーセブン2枚落とされてる。マッキーのみ。セトチスパークスもそこまで攻勢を強めていきません。どすこい。タマの浜崎ワンタッピー倒した。ワンタッピー。マティさんリコン大丈夫？なんか自信目打ってたけど。やべ、どすこやばい。コースタルキャンプからの車線も通ってしまってますね。さあ、ラッキーセブン死んだ。まあでも、キル結構取ったから、ちょっと伸びたんじゃない。インパクトのスタイルです。ラッキーセブン、ここで全滅。リューズ弱体感、めえよ。ラッキースパークスが取り切りました。さあ、ここのヘブロック。スタイルも移動して、エリアの中に入ってくる。現状、丘の上にいるのは、ドスコインパクトのみです。このままこの収縮で、前の塀の裏に張り付く狙いですね。はい。スタイルは入れたのか。入れますね。うわ、ただバニーロゴからの射線切れないんじゃないこれ。ハンチ逃げないと。射線切れないから出ないと。打ち下ろせる位置にいるぞ。ロソ取り切りました。うわかなり強いポジション取ってますね。バニーロゴ、これバニーロゴ結構熱くね。やべーやべー。あちゅー13キルもえぐくね。15キルおい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 2050だめ。楽しそうだな。それで打ってチュンチュンして稼ぐ。フェンネルも順位を伸ばしています。キル数更新ある。24キルだっけ今日。前進む可能性、ファイト仕掛ける可能性はありますよね。これまだ3キル、いや5キルは取れるだろこれ。これ5は取れると思うけどな。スキャリン見せなければ。TIE というところになりますが、どんな動き方をしていくか。さあ残りは6部隊というところ。 TIE は2キルまで、先ほど1でした。待って、ヒューズがいないか。もしヒューズ全滅してる。ドスコインパクトでヒューズ全滅してない。7ヒューズ、7ヒューズ消えました。もうまあ、TI としても自分たちに当たられるリスクがあるポジションになっているので、はい、まあ、できるだけ右側のコーストラキャンプの車線を切ってドスコイに圧をかけている状況ですね。はい。さあタバナハのセンチネル、めっちゃ物資持ってんな。2キルしかしないのに。これ収縮の仕方が少し右側になっているので、はい、逆にこれコーストラキャンプ側の方がパーティー数多くなっています、うん、ドスコイチャンス。ドスコイあるな。高くなってますね。逆にドスコイが一番、遮蔽物は何も今はないんですけれども、はい、時間が経てば一番フリーなポジションになってそうですね、うん、TIE としても右に進もうと、そのまま前に進もうとするとドスコイの車線が通ってしまうので、ドスコイに当たりに行く判断もありえそうですね、はい、
アミーシャの UI。インパクトの方がエリアはかなり広い。なんか日本の合ってるんだけどね。なんか海外のやつ UI 間違ってんじゃない？さあスキャンをする。ローリングサンダー。うん。さあ下にいるスタイルが。さあこの位置 TI。ドスコインパクトから車線が厳しいか。ああ、うわぁ、ヘッドもらうよ。大丈夫？あべぇ、もうやばいよ。あの知恵でやばいよ。もう車線切れるとこなくなってしまうので、はい、何かしらアクションかけそうですね、TIE は。いや逆に、まあ、先ほどまでファニーロコがキルを伸ばせていたところでありましたが、次はドスコインパクトがキルを伸ばせる位置に、あ、ただまだ上にいるファニーロコ。さあ、この位置、上からローリングサンダー。知れる？さあセンチネルで狙える位置にある。これフェンネルと TI が当たってくることによってドスコイかなりフリーになってますね。はい。さあただファニーさらに取ったよ。ここでスタイルが全滅。残り1人でしたけどもスタイルが倒されていきます。さあこれで残りは4部隊ということになりました。ファニーとフェンネルピロダマスイーツ、うわーときた。ここでプラス5入ったんじゃない？アクシスのみ。ここで TI 全滅。ドスコーイ！さあドスコインパクトとファニーロコ。ダウンしますね。すぐさま攻めていくドスコインパクト。バボミバボミバボミ。さあこのマッチで初めてチャンピオンを獲得したドスコーイ。終始エリアを圧倒していたドスコインパクトがウィーク1の最終戦で見事チャンピオンに輝きました。何言ってんだお前。さあそれを受けて合計獲得ポイント参りましょう。こちらです。本日6戦での結果どうなったのか。1位は MM1427 前半後半1位ポイントでの強すぎるだろこれは。そうですね、やっぱこの辺りに収束する100って結構やっぱり難しいんですね。キル数61ってすごいですけどね。すごいですね。イベンこれで50ポイントだよ、プレジデントポイント。もうこれで決勝確定ですね。リージョナルファイナルに行けるとりあえず。2位86ポイント3位にファニーロコ。あたーらくたーらくたーらくーアタックタラクタラクアタックタラクタラクアタックタラクタラク